どうもこんにちは。今回はメルセデスが次世代型の電気商社のコンセプトモデルとなるビジョン EQXX を公開し、航続距離も1000キロオーバーを達成しながら、ガソリン車に換算して100キロ走行するのに必要なガソリンがたったの1リッターという地球上最高の電気性能を達成したことについて、そのビジョン EQXX に採用された驚きの最新テクノロジー、そしてこのビジョン EQXX は果たしていつ発売されるのかというタイムラインも含めて徹底的に解説していきたいと思います。まず今回のメルセデスに関してですが、昨年である2021年中にも2030年までに発売する全ての車種を完全な電気自動車のみにするという大方針を発表し、そのために電気自動車などの次世代技術に対して日本円換算で5兆円以上を投資する計画すら表明するなど、もともとメルセデスに関してはプラグインハイブリッド車に対してもフォーカスする方針を示し、全て完全な電気自動車にするというのはあまりにも性急すぎるのではないかという立場を取っていたものの、特にテスラを震源地としてプレミアムセグメントにおいては、もはや完全電気商社しか売れなくなる時代が急速に近づいてしまっているということ、さらにメルセデスの中核市場でもある中国市場についても、もはやテスラだけではなく中国現地の自動車スタートアップの勢いが急拡大し、特にプレミアムブランドのニオンを中心としてプレミアムセグメントイコール電気自動車というイメージが定着しつつあることから、メルセデスに関しても来年機関車は当然としてプラグインハイブリッド車の開発も終了し、完全電気自動車に全振りし始めたという背景がありました。そして現在メルセデスに関してはとにかく完全電気自動車のラインナップ拡充にコミットしているわけで、メルセデス初の完全電気自動車となるミッドサイズ SUV の EQC を皮切りに、3列目シートを搭載したミニバンタイプの EQV、 さらには我々日本市場においてもすでに納車がスタートしているコンパクト SUV セグメントの EQA、 中国市場において発売をスタートさせながら、まもなくヨーロッパ市場においても納車をスタートさせる予定の3列目シートを搭載したミッドサイズ SUV の EQB、 そしてメルセデスのフラグシップセダンである S クラスの電気自動車バージョンとなる EQS の納車もスタートしているという、このようにメルセデスに関しては EQS 以外は既存の内燃機関車のプラットフォームを流用してはいるものの、その分開発スピードを短縮して完全な電気自動車の売り逃しがないように爆速のスピード感でもってラインナップを拡充してきていることがお分かりいただけると思います。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、メルセデスが完全電気自動車の新たなコンセプトを発表してきたということで、それがビジョン EQXX と名付けられたミッドサイズ級のセダンであり、こちらは市販車バージョンではなく、あくまでも数年後の市販化を見据えたコンセプトモデルとなりますので、このビジョン EQXX のスペックを持ち合わせた電気自動車が実際に2022年に発売されるわけではないものの、メルセデス曰くこのビジョン EQXX に採用されるコアテク、特にバッテリー技術を筆頭にフォーミュラ1のチームと合同で開発したというその極めて高い電気性能については全て市販モデルに引き継ぐとしていますので、したがって今後数年以内にメルセデスから発売される電気自動車というのはこのビジョン EQXX のスペックを踏襲してくるという認識で問題ないということになります。それでは今回はこのメルセデスの電動化技術の集大成的な車種であるビジョン EQXXX に関する特筆すべき電気自動車としての質を一挙に解説していきたいと思います。まずはじめに搭載バッテリー容量に関してですが、おおむね 100kWh 以下程度に抑えるということで、したがってフラグシップセダンである EQS の 108.7kWh というバッテリーよりもやや少ないバッテリー容量となるということになるわけですが、そうなると問題となってくるのは、今までのテクノロジーでいけば電気性能を最も稼ぐことが可能なミッドサイズセダンであったとしても、そのメルセデスのお膝元である欧州市場において一般的に採用されている航続距離の基準である欧州 WLTC モードにおいて最大でも700キロ程度が限界であると思いますし、さらにミッドサイズセダンという車格がそれほど大きくない車両に100キロワットアワーという大容量バッテリーを搭載することは現状さまざまなハードルを超えなければならず、場合によってはバッテリーの厚みが増してしまうことによってその分車内の高さを稼ぐことができなくなり、快適性に影響を与えてしまう可能性もあるのです。それではその気になる満充電あたりの航続距離に関してですが、なんと衝撃の1000キロオーバーということで、したがって100キロワットアワー弱程度というバッテリー容量ながら前人未到の航続距離1000キロオーバーを達成することができる、要するにその電気性能が地球上ぶっちぎりの性能を達成することを意味するのです。ただしこの1000キロオーバーという航続距離に関してはおそらく欧州 WLTC モードにおける航続距離となりそうですから、高速道路時速100キロでクーラーをつけても達成可能だというような実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクル
ルに変換してみるとおおむね900キロ程度となりそうですので、確かに1000キロオーバーという航続距離と比較するとやや見劣りしているように感じるものの、それでも地球上でぶっちりの航続距離を達成してくることはまず間違いないでしょう。ちなみに100キロを走行するのに必要な電力量がたったの10キロワットアワーという数値がどれほどすごい数値なのかに関してですが、この燃費性能を既存のガソリン車の燃費性能に換算してみると、なんとガソリン車を100キロ走行させるのにガソリンをたったの1リッターしか必要としない、要はリッター100キロを達成するというような、もはやガソリン車では絶対達成不可能な数値となりますので、やはり今後エネルギーの効率性という観点を考えていくのであれば、ガソリン車が電気商社に絶対に勝てなくなるということを、これまで内燃機関車を売り続けてきたメルセデスが証明してしまったということになりそうです。そしてこの圧倒的な航続距離、そして特にたったの 100kWh というバッテリー容量でこのような航続距離を達成できる高い電気性能の理由についてですが、まずはその電気性能に直結する空気抵抗係数を示す CD 値がこれまで地球上最高の 0.17 を達成してきたということであり、実はこの CD 値については2022年1月現時点において最も低い数値を達成しているのがメルセデス自身が発売中である EQS の 0.20 という数値であり、したがってこの空気抵抗という観点においてはメルセデスが自分たちの手によって記録を更新し続けてきているということがお分かりいただけると思います。さらに今回のビジョン EQXX に搭載されている次世代型のパワートレインについては、そのバッテリーから車輪までのエネルギー効率が実に 95% 程度を達成しているということで、まずは何といってもそのシステム電圧が 900V オーバーという世界最高クラスのシステム電圧を採用しているため、その分ヒートロスを低減することができるわけですし、さらに次世代型のヒートポンプを搭載することによって、こちらはただ単に外界からの熱を集めるだけでなく、モーターなどから出される排熱を無駄なく回収することによって、それこそ暖房を使用して車内を温めるという場合においても必要最小限の電力のみしか使用することがありませんので、いずれにしてもその搭載されているパワートレインの効率性が極めて高いということが、これほどまでの高い電気性能の達成に貢献しているということなのです。また搭載バッテリー自体についても、ただの 100kWh 弱バッテリーということではなく、エネルギー密度の極めて高いバッテリーセルを採用することによって、現状のテクノロジーによる 100kWh のバッテリー重量と比較してもなんと 30% もの軽量化に成功し、そのバッテリーパックの重量が 495kg と、いずれにしても極めてエネルギー密度の高いバッテリーを採用することで車両全体の重量を軽くすることにも貢献しているため、その車両重量に関してもズバリ1750kg以下という、2022年に発売されている 100kWh 級のバッテリーを搭載した電気商社については軒並み2トンを余裕でオーバー、おおむね 2.5 トンレベルであるということを考慮すれば、そのバッテリーやパワートリンを中心に軽量化にコミットしているということがお分かりいただけると思います。また今回のビジョン EQXX に関しては、全長や全幅などのサイズ感は公開してこなかったものを、ホイールベースが 2800mm ということで、よってミッドサイズセダンの中でもむしろコンパクトなサイズ感となるものと推測することができるわけで、すると先ほども懸念していた 100kWh 弱もの大容量バッテリーを車両底面に敷き詰めることができるのかという点については、今回のバッテリーパックが現状と比較してなんと 50% もの小型化に成功しているとアナウンスされていることから、先ほどの重量あたりのエネルギー密度だけでなく容量あたりのエネルギー密度に関しても極めて革新的なバッテリーパックに仕上がっているということがお分かりいただけると思いますし、こちらはひとえにメルセデスが5兆円以上もの次世代技術への投資とともにバッテリーの内製化にコミットしているということからも、これほどまでの技術革新を達成してくるものと推測することができるでしょう。またその車両の軽量化という観点について、様々な先進技術を詰め込んできているということで、まずは転がり抵抗にも直結するタイヤとホイールに関してですが、ブリヂストンと共同開発した20インチのタイヤを装着し、軽量化を実現するとともに転がり抵抗の最小化を今回のビジョン EQXX に最適化させることで達成。そしてこちらのホイールデザインに関しても、いかにも空力にトッププライオリティを置いて開発されたように見える専用のエアロホイールを装着することによって軽量化と空力性能の最大化を達成することができています。さらに今回のビジョン EQXX についてはルーフ部分にソーラーパネルを搭載しているということで、こちらは極めて軽量でありながら極めて薄型のソーラーパネルを合計して117個も搭載することによって1日あたり最大で25キロ分もの航続距離を発電することができるとし、
今回のメルセデス側の詳細な説明を読み込んでみると、現状では100キロワットは弱という高電圧バッテリーに充電されるのではなく、あくまでも空調システムやインフォテインメント周りというような補完的なシステムに対して電気を供給するために高電圧バッテリーと共に搭載される、いわゆる 12V 鉛蓄電池に充電されるそうですが、今回のビジョン EQXX では既存の鉛蓄電池を採用せずに LFP タイプのリチウムイオン補給バッテリーを採用するそうですから、こちらはすでにテスラが順次採用している補給バッテリーのリチウムイオンバッテリー化の流れを踏襲するということになりますし、ちなみに現在メルセデス側は高電圧バッテリーに直接充電することでソーラーパネルで発電された電力を走行に直接使用することができるように開発も進められているとアナウンスもされています。そして今回様々な自動車メディアなどが取り上げていないながら、個人的に極めて重要なテクノロジーであると感じた部分というのが、ビジョン EQXX のリア側のコンポーネントを一体成形しているというアルミニウムダイキャスティングを導入してきたということであり、こちらはすでにテスラが発売しているミッドサイズ SUV のモデル Y において採用されているテクノロジーであるわけですが、このダイキャスティングによって様々なコンポーネントを溶接して構成するという従来のボディ鋳造のやり方よりも、その溶接に必要となるパーツを大胆に削減することができる。つまり今回のビジョン EQXX のフォーカスしている燃費性能向上のための車両の軽量化に大きく貢献することができるわけですので、いよいよテスラを筆頭に中国の電気自動車スタートアップであるニオなど一部の自動車メーカーのみが採用を表明していたボディ鋳造の一体成形というテクノロジーを既存メーカーであるメルセデスも追従してきた格好であるということですね。このように今回2022年の電気自動車ニュースのスタートを華々しく飾ってきたメルセデスの次世代型の電気自動車のコンセプトモデルであるビジョン EQXX に関しては、航続距離1000キロオーバーを達成しながら、その搭載バッテリー容量は100キロワットは未満よって地球上最高の電気性能を追求した電気自動車となる。つまり今後メルセデスに関してはこの電気性能という指標を追求していく方針が明らかとなってきたわけですから、今後発売が期待されるメルセデスの様々な新型電気自動車の特に電気性能をはじめとした電気自動車としての質には期待しながら注目していくべきであるとは思います。いずれにしてもその電気性能の追求のためにバッテリー、ドライブトレイン、専用タイヤやホイール、さらにはソーラーパネルなど様々な先進テクノロジーを全て内製してきているわけですし、本チャンネルにおいては何といってもボディ鋳造の一体成形であるダイキャスティング技術については自動車市場のゲームチェンジャー的なテクノロジーとなるわけですから、その最新動向には注視していきたいですし、そしてこれらのテクノロジーを詰め込んだビジョン EQXX の市販車バージョンについても、現状最も早ければ2024年から2025年頃に実際に発売をスタートするともアナウンスしてきていますから、この電気自動車一本足打法に舵を切り始めたメルセデスの今後の電気自動車たちにはますます目が離せないということですね。電気自動車戦争、いってらっしゃい。